はい、どうもゆきです。ですね、千葉にある、ダイソー、こちらがですね、一番でかい、日本で一番でかいダイソーらしいので、ちょっと行ってみます。釣り具をね、目当てにね、来たんですが、多分品揃えもかなり多いんではないかなと。釣り具のね、品揃えがね、かなり多いんではないかなと思います。シーズン玩具パンパーティー下かな。あ、ここはね、あの7階建てぐらいなんですけど、あの全部がダイソーらしいです。釣り具コーナー、釣り具コーナー釣り具っておもちゃだよね、多分ね。おもちゃじゃないのか。うちの近くにあったダイソーではおもちゃカテゴライズだったんだけど、あれないね。ここじゃないかな。何階だか分かんないですね、釣り具ね。6階かな。 B1 階から、6階までが全部ダイソーらしいです。とりあえず6階、多分6階だと思うんだけど。はい、6階着きました。6階かな、どこか。 ありましたね、釣り具もあるし、昆虫マットもあります。すごい、わざわざ注意書きまでされてる。おお、まだいっぱいありますね。結構カブト用品もあります。はい、こちらですね、釣り具。おお、釣り具言うてそこまで、ここまで、こっちはあれだし、釣り具はここら辺ぐらいかな。魚取り網もあります。で、俺が欲しかった、こういうのもあるんだね。これ椅子ね。俺が欲しかった釣り竿、500円ぐらいで売ってる釣り竿が欲しかったんですが、それはないようですが、クーラーボックスもあり、ワームとか、あとルア、釣れると有名なこのジグベイトも、18g と 28g、 40g が売ってないっぽいですね。ジグロックの方は、40g も売ってるみたいです。で、あと、こんな感じですかね。エギなど売ってますね。あと浮きだとか、あと針っていうか仕掛けもいっぱい売ってますね。多分この LED のライトもなんかいいとかっていうの聞いたことがあるんですが、あ、スプーンも売ってんじゃん。スプーン欲しかったんですよ、スプーンね。他は、まあこんなとこですかね。ワームもね、これも釣れるっていう有名なワームですけど、こんなところでしょうかね。で、あとはもう9月下旬ぐらい入ってるんですけど、昆虫ゼリーとかも普通に売ってますね、ここは。ははは、普通に昆虫ゼリーとか売ってるわ。
それもちょっとあれっすね、欲しい方にはここ来た方がいいかもしれないですね。餌皿とかもちゃんと売ってますね。ほほほほほほ、これはありがたいですね。チキなんかも売ってます。餌皿のぼり木、ジャンボクチキも売ってますね。ジャンボクチキがかなり、クワガタの幼虫を、育成するのに、かなりコスパがいいということで評判です。まあ、普通の100円の口木も売ってますが、これははるかにちっちゃいですね。ジャンボ口木買った方が4倍ぐらいでかいですね、感覚として。おそらく、ジャンボ口木が、の4分の1か3分の1ですね。この太さですね。直径こんなもんだからね。100円でこのクオリティはやばい。普通の100円の口木がこれですからね。3倍4倍ぐらいありますよ。まあそんなとこですね。はい、あとは別なとこですね。昆虫マットもしっかり売ってますね。昆虫マットも、注意書きまでありますね。はい、ということで、ダイソーね、一番日本一でかいダイソーの紹介でした。